4月3日日曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちらです。はい、こちら変化です。まあ、変わることというのは結構みんな恐れというものを持つケースも多いんですけども、日々変化はしているはずです。変わることは宇宙の普遍です。常に変わっています。変わることを楽しんでいきましょうね。あなたはどんなところ変わりたいですか？今日のワンポイントメッセージは変化でした。それではまた。